ブロームウント、ホスハー139射出中のハー139。ブロームウント、ホスハー139は、第二次世界大戦開戦前に、ドイツで生産された4発の水蒸気である。今までに作られた中では、最大のフロート付けの水蒸気であり、その巨体にもかかわらず、母船からのカタパルト射出が可能であった。第二次世界大戦前には、 ルフトハンザ航空の長距離郵便機として活躍し、海戦後は軍用に改造され輸送や洋上紹介に利用された。ルフトハンザ航空では、艦船のカタパルトからも発進可能で 5000km の航続力のある長距離輸送機を1930年代に計画したが、これに基づいてハンブルガー社が開発した機体がハー1 3 9であった。 ハンブルガー社では1935年から開発を開始し、試作1号機は1936年に初飛行した。その後完成した試作2号機と共に1937年に試験的なアゾレス諸島とニューヨーク間の運行が行われ、1938年からは機体を大型化した試作3号機が加わり、バザースとブラジル間の定期運行が行われた。 3期で行われた大西洋横断飛行は100回を数えた。その後、第二次世界大戦回戦により、軍用に転用されることになり、機種を延長して風防付けの観測席を設け武装や通信設備を搭載するなどの改修を受けた。軍用型は、ノルウェー方面等への輸送任務や大西洋方面の紹介任務に従事した。試作3号機は、最初から、 洋上紹介機として改修を受けていたが、1942年にはさらに電流を流すループを機体の周囲に取り付け機雷の総会に利用された。しかし、本機の生産はこれらの試作機3機に止まり、生産型は量産されないまま終わってしまった。そのため、スペアパーツがなくなるとともに活動を停止し、前機がスクラップ処分となった。なお、この機の設計をもとに、 陸上型の PV140 にも開発された。ありがとうございます。